パパラッチが捉えた海外セレブを見ていきたいと思います。まずは、クリス・プラット。マーベル映画、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーや、ジュラシック・ワールドの出演で、幅広い世代から人気を集めているハリウッド俳優です。そんな彼のオフの姿がこちら。ノリノリですね。プライベートなのにもかかわらず、逆に撮ってくれと言わんばかりのサービス精神。絶対いい人でしょう。こんな余裕のある大人になりたいものですね。続いて、ジム・キャリー。マスクやイエスマンなどでおなじみの言わずと知れた天才コメディ俳優です。そんな彼のオフの姿がこちら。オーラがすごい。隣にいるセクシーな水着を着ているのは奥さんです。日本人だとね、なかなかこういったタイプの水着は着れないんじゃないでしょうか。ちなみにこのタイミングでジム・キャリーはパパラッチの存在に気づきます。そしてこうです。はーい、着ちゃってます。さすが天才コメディ俳優といったところでしょうか。一切恥ずかしがらず自信に満ち溢れていますね。これは真似できないわ。続いて、キアヌ・リーブス。彼といったらやはりマトリックスですよね。また身長が186センチもある高身長イケメンで、街にいたら一瞬でわかりそうですが、そんな彼のオフの姿がこちら。おっと、これはぼっち飯ですね。これ街にいてもわからないぞ。完全に溶け込んでます。急に親近感湧いてきたな。続いて、テイラー・スウィフト。誰もが知っている超有名シンガーソングライターですよね。また女優として映画やテレビドラマにも出演しています。グラミー賞を10回も受賞しており、全世界でのセールスは1億7500万枚以上で、最も売れたアーティストの一人とされています。そんな彼女のオフの写真がこちら。あれ、これはぼっち飯ですね。流行ってるのかな。まあさっきのキアヌ・リーブスにしても、人間一人になりたい時ってやっぱあるんですね。なんか応援したくなってきたな。続いて、ジェイソン・ステイサム。トランスポーターやワイルド・スピードシリーズなど数々のアクション映画に出演しているコアモテ俳優です。戦闘シーンもそうですが、車やバイクに乗らせたら右に出る者はいないと言ってもいいかもしれません。まさに男の中の男といった感じですが、そんな彼のオフの姿がこちら。ギャップがすごい。息子のジャック君と子供用バイクで遊んでいるところなのですが、息子をアクションスターにするための英才教育にも見えますね。にしても絵になるな。続いて、ドウェイン・ジョンソン。世界最大のプロレス団体 WWE の大スターとして名を馳せ、映画界に参入すると世界で最も稼ぐ俳優にまで上り詰めたムキムキマッチョですね。そんな彼のオフの姿がこちら。素敵な写真ですね。うん、いやでかいな。さっきのジェイソン・ステイサムもそうですが、映画などで悪人をボコボコにしているムキムキマッチョが子供とこうやって遊んでいるところって、ギャップがあってなんか和みませんか。個人的にめちゃくちゃ推せます。続いて、ダスティン・ホフマン。数々の賞を受賞しており、今年で84歳になる天才俳優です。そんな彼はパパラッチに撮られるのがあまり好きではないようで、隠れるんですが、その隠れ方というのがこちら。下手くそにも程がありますね。全然隠れられてないっていうか、これ逆に目立ってない。演技は上手いですが、隠れるのは壊滅的なようです。ちょっと可愛いな。まあ他にもパパラッチが嫌いで有名な俳優はたくさんいて、レオナルド・ディカプリオもその一人です。タイタニックで主演を務めており、その甘いフェイスから日本ではレオ様と呼ばれていたりします。しかし彼も隠れるのが少し苦手なようで、こちら。いや雑だな、レオ様。これ面白いのが、ここまでしてるのにしっかりバレてるんですよね。
まあでもプライベートまで付きまとわれるって有名人も大変ですよね。恥ずかしいところも撮られちゃう恐れがあるので、なかなか外でリフレッシュするのは難しそうです。以上、海外セレブのオフの姿でした。ではでは。